今朝の道北羽幌町です。強い風と雪で非常に視界が悪い状態となっています。道南の江差町でも強風が打ちつけ白波が立っていました。今日の道内は暴風雪や波浪警報が出されるなど日本海側を中心に荒れた天気になっています。明日午前6時までの24時間の降雪量は日本海側やオホーツク海側の多いところで50センチが予想されています。日本海側や太平洋側西部では猛吹雪や吹きだまりによる交通障害などに警戒が必要で、冬型の気圧配置の強まり次第で警報級の大雪となる可能性もあります。